四国の玄関、香川県高松市、高松港内の東側に、皆様の今後取り扱われる指揮官 L35MC マーク6型を製造する株式会社マキタの本社工場があります。このビデオは L35MC マーク6型ディーゼル指揮官の開放整備作業について説明されたものであり、今後機関部の皆様の整備作業の参考となるものと希望します。貨物船やカーフェリーに搭載される指揮官は、私たちの工場で組み立て運転中の数々の検査調整を行い、陸上更新運転開放検査という公開検査を経て各造船所へ納入されていきます。